こんばんは、速稼塾の久保です。夜のね、投資ニュースでございます。今朝からね、投資のこともお話ししようかと思いまして、投資のコンテンツがバンバン送り出されていきます。今日のテーマはですね、インドネシアでございます。私が推しに推しまくってるインドネシアの銀行、こちらの方にね、現地に行って入金をされた方いると思います。その後どうされてます？インドネシアの投資続いてますか？放置してませんか？やっぱり自分で情報を取って自分で資金を抜いていくか、もしくは追加するのか、これを日々やるのが投資活動、投資の技術ですからね。入れておいて放置っていうのは、これは投資ではないんですよ。単なるこれはギャンブルです。競馬と同じです。ゴールに着くまで資金は動かせないわけですからね。ただ銀行預金っていうのは毎日金融の、ね、圧力を弱めたりとか強めたりっていうのは、これね、自分でその意思でできますから。あれだったら全部資金を引き上げるってこともできますし、いやいや一時的な不安だから入れとこうかなってこともできます。さあ、今インドネシアで大規模なデモが起きております。そのデモに対して、武力鎮圧を政府の方が仕掛けてるっていうね、こういうふうな情報も自分で取って自分で判断するということなんですけども、あんまりね、インドネシアに関心を向けてない方いるんじゃないかなと思うんですよ。例えばインドネシアが儲かりそうだっていう時だけ関心を示して、手続きが済んだら全くね、インドネシアのことなんて知らないよみたいなことになってると、これは投資じゃなくて単なるギャンブルです。ということで、今日はインドネシアについて私がね、どういうふうに感じてるか考えてるかってことをちょっとお話していこうと思います。先ほどお話したように、インドネシアでは大規模なデモが起こっております。多くの方はですね、香港のデモばっかり注目してますけども、もっとね、醜悪でかなり過激なデモです。こちらの方がインドネシアで起きております。これはね、情報を取ってないよとか、気づかないよとか、テレビでやってないもんっていうことじゃ、もう投資はね、無理なんですよで、銀行預金なんで、国家のペイオフもついてますけども、まずはね、どんな現象が起きているのか、そしてそれは何で起きたのかってことを知ることは最低限やっていきましょう。ずっと平穏無事で平和な世の中、何も起きてなくて、私たちに対してメリットばっかりっていうね、そんな国は地上にありませんので、いいこと悪いことが混ぜこぜに起きていって、悪い時に投資して、いい時にエグジット抜けるっていうのが投資ですからね。いい時に買った、でも悪い時に気づかなくって、そこで自分の資金が爆裂しちゃったっていうのは、これは単なるギャンブルをやってるってことなんですよ。さあ、それでね、もうちょっと話戻しますね。インドネシアでは現在ですね、表向きは婚前交渉とか宗教間のトラブルによる妊娠中絶とかね、それから恋愛に対しての禁止に反対する若者のデモが起きてるとされてますけども、実態は違います。インドネシアっていうのはですね、思ったよりも裏金、賄賂、汚職、これが多いです。日本より多いです。それはしょうがないですよね。まだ日本に比べて、まだね、政治体制はそこまで整ってませんのでね。ただ国家としてはものすごく良くなってます。これは確かです。もちろんね、優良企業が出展したりとか、あらゆる世界中の大手企業、ホテルとかがね、出ているのは確かです。でも外資は良くても、国内のその政治のね、根幹っていうのはまだ私たちの国とかアメリカとかヨーロッパに追いついてないっていう現実は、これは自主勉強していきましょう。自分でね、調べていくことだと思います。それを込みでどういう現象が起きてるかっていうと、まあ汚職がね、ずっと伝統的にありました。でこの汚職を規制する委員会っていうのがあるんですよ。要するに汚職をどんどんやめていこうねって、それによってどんどんいい国になって、インドネシアっていうのが健全化されて、注目されて、多くの方が安心して企業出展できる、海外旅行がインドネシアに行けるみたいな文化ができてたんですけども、なんとここに来てですね、ジョコさんという方がね、関わったのかどうか分かりませんけど、政府の考え方として、行動として、そのアンダーマネーね、賄賂とか不正を規制する委員会のちょっとね、運動をちょっと弱めていきましょうかみたいなことが決まったんですよね。そうするとね、せっかく政府のことを監視してものすごくいい国になろうとしてるのに、その締め付けをする委員会を縮小するとは何事だと、もしかして悪いことをこれからね、もっともっと促進するんじゃないかっていう不安から起きてるデモなんですよ。それこそね、学生は本気ですよね。学生っていうかね、デモを起こしてる人は本気です。武力衝突になってます。日本では武力衝突ってのはないですよね。デモっていうのが、国がきちんと許可を出して、はい、ここでデモやってくださいってなるじゃないですか。段取り通り、手続き通り、安心してできます。デモとか、それから政治に対する不満によって、弾圧を受けたりね、射撃を受けたりとか、銃で撃たれたりってこと、投獄されたりってことは基本的にないと思います。ないですよね。でもまだね、インドネシア、フィリピン、香港、こういうところではあります。正規の手段で国の体制を変える、私たちの国みたいな民主的な選挙ってものがまだ整備されてませんので、結構ね、選挙ですら裏金で動くところがあります。もちろんね、それが影響が大きいってわけじゃないですよ。でもそういうのがあるときに、
それをやめていこうねって、もっと先進国並みの文化を政治に取り入れていこうねっていうふうな規制委員会の働きが弱くなることに対して、やっぱり国民はね、せっかく良くなってきたのに何やってんだよと、もうちょっと頑張って規制委員会規制強くして、普通の人でも大金持ちになれるようにしていこうよみたいなね、平等にやっていこうよみたいな動きがあるんですけども、どうもそことの噛み合わせがうまくいかないのかなってことですよね。これがだから一時的なものなのか、それともこれが発端となって国を揺るがすようなことが起きるのか、これは誰にも分かりません。だから一人一人そこにインドネシアに投資している人が判断することですよね。そのために自分の資金を入れている人がもしいるんだったら、インドネシアの国っていうのも自分が住んでる国のようにね、自分のお金を預けている銀行、国ですから、強い意識を持って見ていく必要があるのかなと思いますよね。でじゃあインドネシアの情報を久保さん毎日流してよって言ったら、それはね、とてもできませんインドネシアのことやってもいいんですけども、その例のやつと同じレベルでサポートしろって言ったら、私もね頭パンクするんで、それはもうまさにここはね自己責任と、自分が判断できる範囲で情報を取って判断する、行動するってことの繰り返しだと思うんですよ。で私はね、いろいろ考えた結果、ますますインドネシアにチャンスを感じる部分が多いです。要するにチャンスなのかリスクなのか、これをね計算して、チャンスが多いと思ったらエントリー続行する、こっちのリスクが大きいかなと思ったら損切りなり利確してエグジットするっていう、そういうふうな、ね、判断だと思うんですけども、ここの判断を私がこう考えたから皆さんこうしてくださいっていうことじゃないんですよ。私はこっちと思ってますけど、皆さんはどういう判断ですかねと、そうやっていろんな判断をする人がいるから市場が動いてるわけですから、どっちか片っぽに寄りましょうっていうふうな先導する必要もないですし、その責任も取るべきではないと思いますので、それは一人一人判断していきましょう。ただですね、どう考えてますかって質問には私は答えることができます。どっちになりますかっての分かりません。これは誰にも分かりません。それが分かったら苦労しないですからね。それはお一人一人が余剰資金の関係とか、そこに入れてる資金の問題とかで、計算すればよろしいかと思います。まあ、私はねインドネシアにまあまあ資金を入れてますけども、仮にこのインドネシアの資金が10秒後にすっ飛んでも大丈夫という余剰資金で入れてますんで、きちんと真面目にやってるかなってことですね。そういう意味ではギャンブルもどきみたいなことせずにね、やっぱ相当なね、まあなんですかね、興味と関心を持ってやっていくのが私は投資だと思いますんで、いやいやそうじゃないよ、そこまで固くやらなくてもお金預けといて当たるもはっけ当たるもはっけだよって考えてる方がいらっしゃったら、私の投資の感覚とは違って私のギャンブルの感覚に近いなと思いますけども、そういうやり方もありますんでね、特にそれを否定するものではありません。ただまあね、自分の大切な資金を預けているところなら、日々移り変わっていく情報に耳を傾けるか、日々良くなっていくところを見るのか、日々ちょっと心配なところを見ていくのか、こういった活動はするべきかなと思います。この情報収集と判断っていうのが投資の技術ですからね、投資の技術なしに投資で勝つことはできないと思った方がいいのかなと思うのが今日の結論でございます。それでは本日は以上です。失礼します。